200仕掛けから50点中ガラスタイムだけど頑張ります。すいません、みんなこれ、みんなこれガラスタイムだけにめぐりむーもう言ってるけど絶対そんなん思ってない。もう絶対みんなも他のやつもそんなん思ってるんですよ。さあその、はい、決まりました。スクープオーバルですね、スクープオーバルのガラスタイムのをきれいに引き返した、さあ、帰ってきて、ぐるっと回って、加速してるところで速いぞ、帰ってきた。あーっと、ここで今回初テストが見た、ここまで見たらかなり痛い、かなり痛いことになってしまいました。さあ、そして、そのままゴール、1タイムが1分54秒、これは悔しい。さあ、この結果がどういうことになるんでしょうか。あっという間に最初トップが競泳してすぐオーバルに入っております。このスーパースーパーマシンが小さいから何の人もない感じですね。すごいと他のライダーよりも最初1タイムくらい内側にで加速して出ていったところのタイムは大体36秒5くらいです。このタイムは後半どういうふうに伸ばしていくんでしょうか。期待したいと思います。そして帰ってまいりました。さあ帰ってきたゴールタイム1分51秒です。